ジェーンズビルはアメリカ合衆国ウィスコンシン州南部の都市である。ロック軍の軍庁所在地であり、ジェーンズビル統計上都市圏の主要都市である。2010年国勢調査では人口が62,998人だった。ジェーンズビルはロック川東岸2835年に設立された。初期開拓者のヘンリー・ジェーンズにちなんで都市名とし、当初は 川から得られる水力とロック側に架かる橋を含め初期、順州内道路に依存して発展した。1851年に第1回ウィスコンシン州祭りの会場となりおよそ1万人を集めた。ウィスコンシン州では初めての女性弁護士アールラビニアグッデルがジェーンズビルに住んだ。中心街視聴者公園に買って立っていた木は1859年に 有罪となった殺人者を公式刑にしたリンチを行おうとする群衆の集合地点になった。1992年、テレビのジャーナリスト、ジェラルド・リベラが、ジェーンズ・ビルであった、クー・クラックス・クランの集会を取材している時の、抗論がゆえになった暴行で逮捕された。これに関連して十字架を焼いた場所は、現在、平和公園であり、運動場と高さ52フィートと、世界最高と言われる、 平和のポールガール、ジェーンズビルは、北緯42度41分2秒整形89度、0五59秒、北緯42.68389度整形89.01639度、42.68389-89.01639に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は28.1平方マイル。 このうち陸地は27.5平方マイル、水面は0.6平方マイルで、水域率は2.10%である。ジェーンズビルはロック川で2分されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。収入と家計ウィンスコンシン州内の建築物でアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されているものの20%は、 ジェーンズビル市内にある。1857年建築のリンカーン・トールマン・ハウスはイタリアビラ様式建築を模しており、登録37箇所の一つである。ここでエブラハム・リンカーンが2番止まった。コロンバスサークル地区は2005年にジェーンズビル市では10番目の歴史地区になった。1902年に建設された元ジェーンズビル公共図書館。 あとのカーネギー図書館は JTW ジェニングスが設計した。ジェーンズビルでは、ジェーンズビルトランシットシステムがバスを運行しており、隣接するベロイトとも結んでいる。ジェーンズビルに本拠を置くバンガルダーバス会社が、シュートマディソンとシカゴを中心以外、シカゴオヘア国際空港及び、シカゴミッドウェイ国際空港との間を結ぶバスを運行している。 週刊高速道路90号線と39号線が、ジェーンズビル市内を通っており、アメリカ国道14号線と51号線及び、州道26号線と11号線も同様である。ジェーンズビルのすぐ南に、サザンウィスコンシン地域空港がある。ブリスコミュニケーションズが所有する、ジェーンズビルガゼットはロック軍内で配布される、日刊誌の一つであり、ウォルアース軍まで広がる、 地域市場で購読されている。デラバンに本拠を置くコミュニティショッパーズは各州のジェーンズビルメッセンジャーを発行している。ジェーンズビルには市が免許を与えた2つのテレビ放送局があり、マディソンに事務所と送信機のある CW テレビジョンネットワーク系列のワビューはウィスコンシン州南中部をカバーし、もう一つはトリニティブロードキャスティングネットワークの低出力放送局である。 多くのラジオ放送局もある。ジェーンズビルは、ウィスコンシン州の公園があるいは、公園の都市として知られている。その総計2 0 1 5ーカーの公園群には53の改良された公園と、ボート乗り場、ゴルフコース及び、ウィスコンシン州の中で一人当たりの数字では、最大級のものである。ジェーンズビルには、国際食をテーマにした、植物園、 ロータリーガーデンがあり、入場料無料で夏の間公開されている。多くの結婚式や団体の集会にも使われている。トラクスラー公演は全米チャンピオンに5回なったことがある。水上スキーのチーム、ロックアクア、ジェイズの本拠である。このチームは全国小スキー優勝大会を創始して常に主催している。トラクスラー公園は7月4日。 独立記念日祭りの会場でもある。その他の主要公園には、ゴルフコースや氷河期の道がある、ロック川沿いのレクリエーション公園である、リバーサイド公園がある。ロックポート公園は大部分が自然のままであり、市民水泳プールや平和公園がある。モンテレー公園には、ロック川の初期に良好な汗を記す自然の目印となったビッグロックや、 学校が使うスポーツ競技場がある。ラスティング公園はディスクゴルフのコースに使われている。パーマー公園には9ホールのゴルフコースとカムデン公園がある。市内の公園の大半は舗装された自転車道で結ばれており、ベロイトにも通じることになっている。市内にあるライバルチーム、ジョセフ・ウェイクレング高校とジョージ・エス・パーカー高校とのバスケットボール試合、 ジェーンズビル教育学区には12の小学校、3の中学校、2の高校、および5のチャータースクールが入っている。チャーター高校である国際教育、ジェーンズビルアカデミーは世界的視野を教えることに焦点を当て、ガイドランゲージセンターは10カ国以上の言語を教えており、どちらも中心外にある。トコス指導者アカデミーは、 プロジェクトベース学習を行うチャータースクールであり、アロー公園にある。さらに、市内には多くの教区学校もある。視覚障害者のためのウィスコンシンスクールが1850年以降ジェーンズビルにあった。2年生のコミュニティカレッジ、ウィンスコンシン大学ロック軍校は、ジェーンズビルの南西に位置し、ウィスコンシン大学システムの一部である。2年生工業カレッジ、 ブラックホーク工業カレッジはジェーンズビルとベロイトの中間にある。ブラックホークはアッパーアイオア大学を通じて学位プログラムも提供している。この図書館は1865年に青年図書館協会のための民間支援の読書室として始まった。1884年の住民投票で合意された。あとは賃貸建屋に収容される公共図書館になった。 1903年、アンドリュー・カーネギーなど特殊化の寄付3万ドルで新しい建物が建設された。市も図書館の運営のために3000ドルの予算を当てることに合意した。この図書館は、その後、メインストリートにあるロック軍群庁舎向かいの最初の公式建屋に移転した。1960年代に収容能力を超えてきたので、1968年にメインストリート、 南316に新しい図書館が建設された。それからちょうど20年後、拡張計画が始められた。地元の事前事業家、ドン・ヘッドバーグとゲリー・ヘッドバーグや、市内の有志が寄付した460万ドルで、拡張され完全に刷新された図書館が1996年に開館した。ジェーンズビル公共図書館はその最大の寄付書の栄誉を称えて、 ヘッドバーグ公共図書館と解明された。ジェーンズビルで最大の雇用主は、マーシー健康システムであり、次にジェーンズビル教育学区が来る。その他主要な雇用主としては、SSI テクノロジーズ、バーンズ自動車、及び危険物を取り扱う機器の販売者ラブ、セーフティサプライがある。サイモンズシングルイン会社の工場や、その他製造会社も主要な雇用主である。 木製及びプラスティック製遊具のメーカーであり、ジェーンズビルに拠点を置くスーイン・ギンスライドは、プレイ・コア・インクの子会社である。また世界を市場にする、まじきりの製造者ハフコアやビールとソフトドリンクのメーカーであるグレーズ・ブリュー・イングも、ジェーンズビルを本拠にしている。地域の雇用紙としては、3週にまたがる小売チェーン店、ブレーンズ・ファームフリートがあり、ジェーンズビルに本社と、 物流センターがある。ウッドマンズグードマーケットは地域スーパーマーケットチェーンであり、第1号店はジェーンズビルに作った。2008年6月3日、ゼネラルモーターズは重大なリストラ計画の一部として、ジェーンズビル組立工場の閉鎖を発表した。1919年に GM がジェーンズビル機械会社を買収し、これをサムソントラクター社と合併させた歴史があり、 ジェーンズビル工場は北アメリカの GM の工場としては最古のものである。大型トラックやガソリン価格の高騰に伴い人気が薄れてきた SUV 車を組み立てていた。GM ジェーンズビル工場は2008年12月に閉鎖された。その最後の生産者となったシボレータ方 SUV 車は12月23日に組み立ててラインを出た。パーカーペン車は ジェーンズビルで設立された。そのメインストリートにある工場は世界でも最大の筆記具工場だった。この会社は後にマンパワーインクを買収したが、結局ペンの製造事業をジレット社に売却し、ジェーンズビルでは創業していない。現在はイギリスの会社であるサンフォードが所有している。ノースウェスタン生命保険相互会社が1857年に、 ジェーンズビルで設立されたが、2年後にミルウォーキーに移転した。ジェーンズビルモールは1990年代後半に再開発され、1998年にはパインツリープラザがオープンした。2006年11月、スーパーウォルマートとサムズクラブが論争のあった後でオープンした。元はその入り口にある大きなガラス繊維製の牛、ベッシーで知られたジェーンズビルオアシスの場所は、 2007年に再開発が始まった。主要店舗はスーパーメナーズである。ジェーンズビルにはローマカトリック教会に4小教区があり、すべてマディソン教区に属する。最古のものはセントパトリック小教区であり、ジェーンズビルにまだカトリック教徒は6家族しかいなかった1844年にマルタの聖堂が建てられた。セントパトリックの現在の教会は百六十三年に、 クリーム色のレンガで建てられ、チェリー通り315に位置している。建築が有名なナティビティオブメアリー小教区は、町の中心に近い丘の上にあり、1876年に自分たちの小教区を望んだドイツ人移民によって組織された。現在の赤レンガの建物は1902年に完工した。他の二つの小教区は、イーストラシーン通りにある、 セント・ジョン・ビアニー小教区と生誕。市内には、ルーテル教会、メソジスト教会、米国聖公会、バプティスト教会など、その他多くのキリスト教教会がある。セブンス・デイバプティスト教団がその事務所を構えている。この宗派の最も近い教会はミルトンにある。ジェーンズ・ビルには3つの墓地がある。プロテスタントのオーク・ヒル墓地、カトリックのマウント・オリベット墓地、 無宗派のミルトン・ドーンズ墓地である。国際ギデオン協会は1899年に、ジェーンズビル住人、ジョン・ H ・ニコルソンとベロイトの住人によって、ボスコベルのホテルの部屋を分け合った後にジェーンズビルの YMCA に設立された。白いバッファロー1994年、ミラクルと命名された白いバッファローが、ジェーンズビルのすぐ郊外にあるハイダー家の農園で生まれた。 ミラクルは2004年まで生存した。白いバッファローは多くのインディアン種族の宗教で神聖なものとして扱われたので、インディアンの儀式集団がたびたび訪れた。他にも、ミラクルとは別に、ミラクルズセコンドチャンスと名付けられた白いバッファローが2006年に同じ農園で生まれたが、その年に雷に当たって死んだ。2009年秋、ジェーンズビルは、 ノースアメリカンホッケーリーグの拡大チーム、ジェーンズビルジェッツの本拠地になる。ホームゲームは、ジェーンズビルアイスアリーナで開催される。シカゴカブス参加のマイナーリーグ野球チーム、ジェーンズビルカブスが1941年と1942年、および1946年から1953年に、ジェーンズビルを本拠地にしていた。ありがとうございます。